はい、どうも皆さん、こんにちはです。アークサバイバルエボルブ。ということで、今回からね、新しく、アークサバイバルエボルブをやっていきます。で、どういったゲームなのかと言いますとですね、まあ、オープンワールド。マップがあるんでね、確か、眩しいのマップ。こんな感じ。よし。うん、マップが、まあ、こんな感じであるんですけど、まあ、全然ね、見えてないんですが、オープンワールドでね、サバイバルするという、まあ、H1Z1 とかザ・フォレストとか、ストランデディープとかにね、結構似たゲームではあるんですけど、まあ、ご覧いただいた通りね、この、恐竜がいるんですよ。この世界にね。そう、なぜかプレイヤーはこの、恐竜がいる世界で目覚めたという、まあ、そういう、ストーリーっていうわけじゃないんですけど、そういう感じでね、この世界に来てしまったということですね。で、腕に謎のような石がこんな感じで埋め込まれてるんですよね。うん、これが私のキャラですね。もう腕と足がね、まあ、異常に発達しているという、うん、そういう感じね、うん。で、これがインベントリ画面。で、クラフトができるんですよ、こんな感じで。今ね、頭だけこれ、うん、これ、クロスハットね、うん、つけてるんですけど、ちょっとこれ作れるんでやってみましょうか。これ、シャツ。これをこんな感じでね、作って。こういう風にアイテムを作るのにね、作業台とかはいらないですね。で、これ作ったものを、インベントリアイテムのここから、ここに、ドラッグすると、こう装着すると。いう、そういう感じで、クラフトできます。でね、今回はこのピッケルがな、これ作りたいな。ウッドが1個と、タッチっていうのが、あれちょっとなんだかわかんないんだけど、まあ、あれは木を切ればね、取れますね。うん。スールハギス、なんちゃらかんちゃらと。まあ、英語なんでね、全部。基本的には読めませんけども。で、木はね、殴って、倒すというか、こうやって木材を取ることもできるんですが、ダメージをね、食らうんですよ、こんな感じで。画面が赤くなるレベルまでダメージ食らうんで、これ、かなり慎重に、木殴ってかないとね、死ぬんで。木殴って死に至るんで、これ。待ってよ。ウッドが取れてないな。殴んないといけないか、まだ。いや、でもこれ、画面がさ、赤いんだよ。で、右の方に見える、あれね、どれが体力でどれが何なのかちょっとよくわかんないんですけど、あれか、十字架というか、プラスついてるあの家みたいなやつが体力なのかな。お、倒れました。これそろそろいけるんじゃないか。ウッドが足りないな。みんながどうするすっごいない？あ、心臓の音？心臓の音か、これ。一つのここら辺の木なんで切りましょう。アイテムは基本的にね、こういう草むらのとこから、まあ、E ボタンを、こうやって取ることができます。まあ、コントローラーにもね、対応してるみたいなんですけど、基本こういうゲームは、おっと待ってる、攻撃的なやつができるな。あ、でもあれ草食かな。肉食竜が、襲いかかってくるんですよね。ティラノにも一回襲われたんですけども、二回ぐらい噛まれて即死でしたね。なんかあそこビリビリしてるな。大丈夫か、この方。このリアルさですわ、この、なんていうの、この皮の表面。この太陽に照らされた感じね。いやー、凄まじいね。このゲームね、まだ始めたばっかりで、全然家とかもね、作れてなくて、もうすぐ倒されて、すぐこう、変なところに、リスタートするっていう。おー、やばい！骨が折れた。やばいな、ちょっと殴りすぎた。木の実子、木の実子。ひたすら木の実子。治るのかな、これ木の実。大丈夫、あんた。あんた、腕折れるんだね、それ。そう、骨が折れてもかろうじてこの筋肉で支えられてますからね。ほら、まあ、こん
んな感じでね、木の実食っても全く回復しないっていうのが、現状です。うん、そんなわけでピッケルの方できましたね。よし。で、ここ。キャラクターステータスっていうのがあるんですけど、まあ、これが生き残った日付かな ?2 日生き残ってるみたいな。そんな感じ。タイムが何分生き残ったかと。アーマーが20。で、34度。気温ですね、多分。ここら辺はわかんないな。ここら辺何なんだろうね。現在地的なのを表してるんですかね、これは。スポーンってことは。で、ヘルスとかこんな感じ。少しずつヘルスもね、こうやって回復してるんですよね。うん、これ減ってんな、これ。トープはやって、これ、なんだかわかんないんだけど。ヘルスは自動的にこうやってちょっとずつ回復してくれるみたいですね。うん、で、このレベルが上がるとね、クラフトできるこのアイテムを増やすことができるんですよ。レベルはね、こうやって採取してたり、おっと、恐竜がちょっとバグってるな。アーリーアクセス版が解けたのが昨日なんで、全然タッチとかもね、何も入ってない、本当に、アーリーアクセス版の、素の状態というかね、そんな感じなんでね、バグは確かに結構多いかなと。うん。グラフィックもね、こんな感じで。アンリアルエンジン4で使ってるって、ちょっとバカ野郎じゃん。バカ野郎、バカ野郎。肉食獣来た、肉食獣来た。まずい。逃げろ、逃げろ、逃げろ。逃げろ、逃げろ、逃げろ。いや、シュールすぎるから。ちょ、ミス。急ななんか変化があると、めっちゃ重くなるんですよね、これ。逃げろ、逃げろ、逃げろ。いや、来てるから。来てない。あ、音楽終わった?大丈夫?なんかこう、なんか、変わったことがあるとね、すごく重くなるんだよね。アーリーアクセス版だからそこら辺は、後々パッチが入ってくるのかな、というところですね。よし、気を切ってこう。特に作るものもないけど、切ってこう。次はね、ピッケル作ったから、このフリントって何なんだろうな。フリントって多分鉱石かな。鉱石か何かかな。これ、切れるというか、これ、いけてるよね、これ。フリント、あ、来た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 。フリント来た、フリント来た。これで、武器作れるね。お、斧も作れるわ。ちょっとこの、エングラムトーチ作りましょう。これで夜も多分明るいと思う。いいね。こんな感じ。お、ハチットも作れてる。よし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 。いいぞ。だいぶ作れてきた。体力がね、本当にない。ヘルス減ってるな。あれ?死に至るよ、これ。やばい。木の実集めに行こうか。装備できないと、トーチ。よし。この猫、あ、これ、ベリー?これ食えるやつかな?食えるやつとか、食えないやつとかの区別があるのかわかんないんですけど、とりあえず食っとこう。全部食っとこう。これでヘルスは?はい。いや、向かってない!なぜだ?え、なにこれ?どういう状態これ。いや、まだ生きる希望がある。そう。まだかろうじてこの意識が残ってる。ちょっと待って。あれ?これ死んだのかな?何も起きないんだけど。死んだらね、あのリスポーン地点を選ぶ画面みたいなのが出るんですけど、これ。どうした?寝てる?まさかさっき食ったベリーに睡眠作用あったみたいな感じ。まあ、そんなわけでね、今回は、特に何もしてないっちゃ何もしてないんですけど、アークサバイバルエボルブ、今回からね、実況やっていきますので、次回からね、少しずつその拠点とかね、作っていきつつ、まあ、恐竜とかもね、ハンティング最終的にはね、できるようにしていきたいかなと思ってるのでね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、ご視聴の方ありがとうございました。次回の動画もお願いします。